阪の高校野球の歴史をざっと語っていくシリーズのパート2です。前回は学生改革で現在の高校になったところで終わったんでしたね。この頃から公立と私学という概念や違いが出始めてくる頃ですが、1940年代後半、1950年代までは群雄割拠の状態でした。出場校を挙げるとキリがないですが、この頃は、この高校、甲子園出たことあんの？って、つい言いたくなるような高校が出場していることがあります。戦前からの伝統校である、天王寺、高津、宮古島高野専用、どんだ林、寝屋川などといったところです。その中でも、専用は、1954年春の選抜で準決勝進出してますし、寝屋川は、1957年夏の甲子園で、早実時代の王貞治にノーヒットノーラン食らったのは、割と有名の話。しかも、延長戦でのノーヒットノーランは、高校野球史上唯一の記録です。まあ、王子はこの時は2年生ですが、投手としてのピークは、この頃だったって振り返ってるぐらいですからね。仕方ないね。同年春も 1-0 で敗れてますし、王子が投手としても一流だったことを思わせる結果ですね。しかし、そこは、当時の大阪代表、他校も黙ってはいません。1949年春、大阪の伝統公立校、北野が、兵庫、芦屋との阪神決戦を制して優勝。2022年現在、この大会を最後に、甲子園で、大阪の公立校が優勝したことはありません。今後、出るかどうかも怪しいところです。一方の敗れた芦屋は、1952年夏、2大会から10試合連続完封勝利という、ミスターゼロの活躍を見せていた木村保を擁する八尾と、再び阪神決戦に挑みますが、ここでは勝利。芦屋は、3年越しの雪辱を果たし、八尾は準優勝になりました。しかし、春も準決勝進出、夏は、準優勝と、この年の八尾の戦いぶりは旋風と言っていいものでした。地元、国鉄の八尾駅前の通りは、提灯行灯で照らされ、お祭り騒ぎで、八尾の戦いぶりを称えたと、当時を知るオールドファンの方が言っていました。その話を聞いたのは、2019年1月、八尾が、近畿の21世紀枠候補に推薦されていた、選抜出場校の発表日。そのオールドファンのおじいちゃんは、その光景を死ぬまでに、もう一度見れたらっておっしゃられてましたが、ものの数秒で、夢の後でした。そして、1961年の夏、なにわ省から校名が変わった波省がまた、大阪に歓喜をもたらします。これまで、2大会、共に苦杯を舐め続け、当時は、戦後最強の声もあった神奈川、法政二高は、この夏、前人未到の夏春夏の3連覇を狙っていました。今の人には想像できないかもしれませんが、70年代に、神奈川勢が、短期間で甲子園で優勝する姿に、神奈川を制する者は全国を制すという言葉が生まれました。しかし、その礎を築いたのは、当時の法政二高と言ってもいいでしょう。それぐらい強く、目標とされる存在だったのです。当時の法政二高は、後に、赤い手袋を、トレードマークに、巨人の V9 に貢献するエース、柴田勲と、強力打線を要するチームでした。対する波省は、1年夏からエースを務める怪童、尾崎幸雄が、3度目の正直で挑む法政に柴田との投げ合い。同年、春にも対決し、その試合は、事実上の決勝戦と言われるなど、もはや、この両者による投げ合いは、当時の甲子園の名物となっていたのでしょう。今も、伝説の名勝負の一つになっているぐらいです。そして、この夏の準決勝で当たった柴田、尾崎の投げ合いによる両校の対決は、これも、事実上の決勝戦と言えるぐらい白熱した一戦となりました。序盤に、波省の1年生外野手、高田茂の緩慢なプレーを見て、好走塁を見せた柴田が、一気に本塁を陥れるなど、序盤から2点を先制。そのまま、法政二高ペースで試合は進み、エース柴田も、8回まで、波省を1安打に抑える好投。ネットの野球ファンなら、ここでプロでも入るかってなるところですが、柴田は、肘を故障しているという情報を得ていた波省は、9回表に、一気に同点に追いつき、試合は延長戦へ。そして、延長11回表に2点を勝ち越し、そのリードを大崎が守りきり、法政二高の夏春夏連覇を阻止したのでした。大崎は、9回に同点タイムリー、11回には、
勝ち越しの犠牲フライと投打にわたる活躍でした。その勢いのまま、波翔は全国制覇。ついでに、尾崎は、その年の秋に中退して、東映フライヤーズに入団を決めました。波翔は、1955年春も優勝してますし、こうしてみると、戦前の黎明期から大阪を引っ張ってきた天才だなと感じさせますね。後に化け物じみた成績を残す学校が出てくるから、今一つ知られてないのも仕方ありませんが。しかし、この60年代は波翔だけではありません。様々な大阪の私学が台頭してくるようになります。1963年夏は、明星が、後に黒い霧事件で有名になっちゃうよう、池永正明を擁する下関翔との決勝を制して初優勝。明星は、同年春に同じく下関翔に敗れており、その雪辱を決勝で果たすという。2019年の沖縄擁した星稜と、履正社のような形になりました。あと、パート1でも、明星の名前は出てましたが、ボイスロイドに読ませると、明朝と読んでしまうのがめんどくさいですね。当時、明星で監督を務めていたのは、松竹ロビンズなどで活躍した元プロ野球選手の真田重蔵氏。真田は、海藻中時代には優勝投手にもなったことがあり、甲子園優勝投手が甲子園優勝監督になる第1号の監督となりました。第50回記念大会となった1968年夏。それまで、春は、5度の出場があった広告ですが、夏は、この年が初出場。しかし、そんな高校が大躍進。同年春の選抜は、守備のミスがきっかけで、初戦敗退を喫しましたが、精神的な成長を見せたエース、丸山明の快投もあり、決勝まで勝ち進みました。決勝の相手は、エース、三浦久夫を擁する静岡翔。しかし、三浦から奪った、わずか1点のリードを丸山が守りきり、初出場初優勝。広告は、この大会では、準々決勝の名戦で喫した1失点のみで勝ち上がり、守りのミスで崩れた春の敗戦を糧に、エース丸山を中心とした見事な守りの野球で、栄冠を手にしたのでした。優勝パレードでは、生徒、市民から拍手をもらうと、この光景に、春にエースを剥奪されるなど、惨めな思いをした丸山は、当時を、学校に居場所ができた思いだったと振り返っています。そして、初代広告の理事長を務めていた草島宗次郎氏の孫娘で、現在、同校の理事長、校長を務める草島陽子氏は、この当時の優勝パレードで、主将か、監督に花束贈呈をしたそうです。それが一番の思い出みたいなことを語っていました。この草島陽子氏、少子化で、男子校が続々と協力化していく中で、広告という男子校の特性を生かして、マンモス校に押し上げた長屋駅の人だったりします。その割に、すごい庶民的な人で、屈辱界山の中にある広告のグラウンドで、試合があると応援に駆けつけたり、乱調した人にも、コーヒーやお茶などを自ら振る舞ったりしてくれます。私も、その時に、花束贈呈の話を聞きました。なので、野球部にも、並々ならぬ思い入れがあるんでしょうね。実際、広告は、近年、この復活の気配を漂わせる戦いを見せていますが、この学校を挙げての強化も、草島氏の影響があるとされています。ぶっちゃけ、この人で一本動画が作れそうなレベルなので、ここで、この話は切り上げましょう。1970年代に入ると、1970年春に北洋、1970年夏に PL 学園、1971年春は、来鉄が決勝で惜しくも敗れるも、準優勝の成績を残します。その中で、PL 学園は、1976年夏も、準優勝と、あと一歩の戦いが続いていた中で、1978年夏、準決勝の中京戦、9回裏の攻撃の時点で、4点ビハインドと風呂行ってくるかという展開でしたが、一気に同点に追いつく粘りを見せると、延長12回裏に、サヨナラ勝ちで決勝進出。決勝の高知商戦も、9回裏の時点で2点ビハインド。当時、PL 学園の監督を務めた鶴岡泰氏も、準決勝の試合後、こんなことは二度とありませんというコメントを残していたことから、風呂っていう展開でしたが、PL 学園は、9回裏に、一気に3点取って、逆転サヨナラで初優勝を飾ります。これが今も語り継がれる、逆転の PL という異名の始まりです。その翌年の1979年春、
小早川武彦などを擁して夏春連覇に挑む PL 学園。スリムなエース右腕牛島和彦、ドカベン香川信行のバッテリーを中心とした個性的な波翔太。大阪勢の2校は共に準決勝まで勝ち進みますが、この年県立校として唯一の春夏連覇を達成する和歌山美濃島に敗れてしまいます。他に優勝ができない年でも印象的な戦いを見せた大阪代表ですが、この60年代から70年代にかけて私学が特に台頭を見せます。またこの頃は多くのプロ野球選手も輩出しています。北陽は空そうよの人、大鉄はアクションのできんようになるという理由で国民栄誉賞の受賞を辞退した世界の盗塁王福本豊など、戦前の黎明期から引っ張ってきた波翔を筆頭に先に挙げた明星、広告、北陽、大鉄、PL 学園。そしてこの中では今のところ目立ちませんが、金庫の鬼と呼ばれた豊田義雄監督の厳しい指導で頭角を現していた近大府。7校の私学を中心に回っていたこの時代を通称私学7強と呼ばれます。この私学7強が大阪甲子園で覇権を争っていた中、 PL 学園が1980年代に入って抜け出し始めます。1980年秋に中村淳二監督が就任すると、1981年1982年と春の選抜を2連覇といきなり結果を残します。しかし春夏連覇を期待された1982年夏は大阪大会の準々決勝で公立の春日丘にまさかの敗退で甲子園を逃します。ちなみに春日丘はそのまま決勝で近大府を大差で下すなど、その年の代表になり甲子園では1回戦で丸子実業に勝利。2022年現在大阪の公立校が甲子園で挙げた最後の勝利となっています。しかし1983年夏、皆さんもよく知る KK コンビ清原和博、桑田真澄の両1年生による活躍で再び甲子園へ返り咲き、そのままあれよあれよと勝ち進みます。準決勝ではエース水野勝人、山彦打線を擁して春夏春の3連覇を狙っていた大本命の徳島池田を破って、そのまま優勝するという快挙で新たな高校野球のスターが誕生した瞬間でした。ただこの年の PL 学園は夏の大会が始まる前は実はダークホースというぐらいの前評判だったのはご存知でしょうか。実際大阪大会の準決勝では公立の茨城東に1点を先制されて、 PL 学園は得点できないまま試合は終盤を迎えるという展開でした。最後は PL 学園が清原の二塁打を皮切りに2点を取って逆転し勝利を収めました。結果甲子園含めてもこの夏最も苦戦をしたと思われるのが準決勝の茨城東戦です。というのも茨城東には後に阪急オリックスでリリーフエースとして活躍する山内義弘がいましたからね。あのまま山内が無失点で抑えて PL 学園が敗退したらどうなってたでしょうね。2年連続で公立校に敗退した中村淳二監督の身体問題に発展してたかもしれません。そもそも中村監督は PL 教団側からは前監督が退任するに伴って次の監督までのつなぎみたいな役回りだったそうですし、そして KK コンビがこれほど注目されることもなかったでしょう。茨城東の選手たちも夏を終えた後は俺らに身内やからすぐやられるのよと思っていたところ、あの結果です。中にはその結果を見て清原桑田が有名になれたのは俺らのおかげやという人もいたようです。実際仮にあの試合を勝てたとしても打線が弱かった茨城東が甲子園優勝できるどころか次の大会決勝で敗れていた可能性もありますからね。あくまでも以前の世界戦ですが、この年に PL 学園が甲子園に出てなかったらこの後の高校野球、果ては日本のプロ野球もどうなってたのかは想像ができません。案外スパッと方針転換できた PL 学園は現在も残ってる世界戦もあるかもしれませんね。そんなイフの話はさておき、 PL 学園は KK コンビの活躍により本格的な黄金期を築いていくことになります。 KK コンビ時代の PL 学園に関してはメディアやネット上でもいろいろな人が解説なりしてるので、私の方からは詳しくは語りませんが、 KK コンビの世代は甲子園5期連続出場、
これだけでも十分すごいですが、3年夏までは準優勝2回、準決勝進出1回という成績にも周囲にはほとんど喜んでもらえない。甲子園で優勝しなきゃ芸名つけづらいに見られていました。しかし最後の3年夏の1985年に優勝と最高の形で有終の美を飾りました。しかし PL 学園の最強世代はここではありません。過渡期の1986年を挟んで1987年、素晴らしい主将の立浪和義さん、投手陣には野村博樹、橋本清の左右にない看板、片岡敦史などのプロ注目選手を擁して春夏連覇を達成します。この時代の PL 学園はまさに黄金期で人気の絶頂、中には当時の阪神よりも強いと揶揄される声もあったぐらいです。当時の府内の高校は夏に PL 学園に勝つのは無理なので、目指せ選抜というところもある一方で、打倒 PL に燃えた新たな姿が台頭してくるようになります。今でこそ PL 学園は悪しき風習だとか現時代的なんて批判が多いですが、昭和の頃はいち早くプロ顔負けの専用グラウンドを作ったり、信者の情報網を使って全国から有望な中学生をスカウティング、効率を重視し集中力を高めるための短時間練習、それ以外は選手に任せる自主練習の時間を取り入れるなど、今の強豪校なら当たり前のことをやっていた先進的な野球部でした。そして時代は昭和から平成へ。こうした PL 学園の手法などを取り入れて他の私学もレベルアップしてきます。80年代は甲子園に出ない方が珍しかった PL 学園ですが、これ以降大阪でもなかなか勝てなくなってきます。次回はその90年代に入ってからのお話になります。ちょっと詰め込みすぎました。まだまだ続きます。ご視聴ありがとうございました。